こちらは柄のひなのジュリアンくん。日本では桃色インコと呼ばれています。交通量の多い道路の真ん中をさまよっているところを保護された子です。片方の翼に何か問題があるようで、いつも少し開いている状態ですね。こうやってで飛べないので、我が家で保護している間はもうほとんど外で過ごしていました。お昼寝するとき、あと夜寝るときはお家の中に入れてこう安全を確保していましたが、ほとんどね、お外で過ごしていました。柄の子供は爪がとっても鋭いので木登りが上手なんですね。なのでこうやって木に登る練習をしたりとか、お家のお庭でねずっとこういうトレーニングをしていました。この子が保護された場所は我が家からとっても近くの場所で、この子を保護した次の日、外でこの子のトレーニングをしていたら、なんとね朝早くにこの子たちの親が飛んできたんですね。そして毛づくろいをしてくれたり、ご飯をあげてくれたり、親の仕事をすべてここでやってくれるようになったんです。これは本当に珍しいことで、それから毎日そうですね3時間4時間おきに我が家の庭に親が来るようになってお世話してくれました。なので私は本当におやつ程度のものをこの子に与えていました。これはリンゴで自分で食べる練習をしているところです。他の野鳥さんを見て慣れる練習もしていました。一人で遊ぶのも上手でした。親が一日に何度も来てご飯をあげてくれていました。我が家のアルパカと一緒に羽を休めているところです。結局2週間ぐらいでね、風に乗ってふわって飛べるようになって、いつも来てくれていた親と一緒にお空に飛んでいきました。